る。飯村じゃない、階段、階段。飯村じゃないじゃん。飯村二人いんだけど。飯村じゃないじゃん。階段です。階段ですよね。階段さん、はい。はい。引き続き。はい。うん。M1 に引き続き、階段ちゃんがゲストで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、プロスピー強いらしいじゃん。いやー、まあ人並みよ。人並み、人並み。やりますか。うん。一応、リーグランクはリーグランクは、あの、覇王を強いんで、一番上ですよね。そうですね、はい、まあ、落ちたりもするんですけど、たまには、うんうん、日本に何人ぐらいいますか。何人かちょっと分かんないけど、まあ、上位 10% には入ってるのかなと。すげえ、すごい。俺に俺勝ったらすごいですよね。うん、すごいよ、俺覇王だよ、飯村さんが覇王だよ。そうだね、勝ったら俺覇王だよ、もう覇王って言うんだよ、まあ、でも、いやいやでも我々がね、そう作戦あるじゃないですか、強心強心じゃなく、そう恥を捨てたミート打法っていうのも最近あるから、最近ですね、はい、勝ちに貪欲だから。それで勝てる？いや、勝てますよ。ほら、そうです。おー、じゃあ俺それそういう人に負けたことないの。おい、いいね、いいね、いいね。最近村さん6連勝したよね。6連勝、今勝率5割8分ぐらいあるから、すごい。ほら、素晴らしい。あ、俺早速やりましょうか。じゃあ、はい、お願いします。負けの方は何かありますか。決めましょう。おい、いや、もうそれはもう決めても本当にボス聞いても。ああ、何でもいいっすよ。何でも。じゃあもう全然いいっすよ。いいよ。いいよ。いいっす。はい、じゃあ早速行きましょうか。いいかな。頑張れチャンネル。二言ねえな、お前。なあ。やってるからな。なあ。目を見ろよ。なあ。おい。ダメですわ、こいつ。39年間彼女なし、白髪坊主のこの男、イングラッシュン。その目的は彼女を作ること。果たして飯村に彼女できるのか。飯村頑張れチャンネル。1万1の使ってんだよな。1万円とか言うんだよ。1万5000かけてんだよ。そうだよ。払ってんだよ、こいつは。ねえ、飯村1万円やらしてくれよ。早くは分かんないよ。分かんないでしょ。うん、だろうね。見せてよ、ちょっと吸収出るだろう。え、初心者かよ。そっちが。だ、出るだろって、一緒のが。何投げるか見せる。何投げるか見せねえよ。何言ってんだよ、お前。細い。スタンプ送れ、お願いしますって。そういうやつだな、お前。抑えられる流れに乗っていけると思う。どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。ボール球から入るパターンね。強そう。なるほど。カイダちゃん強そう。あ、これ打っちゃうためでしょ。あ、今のストライクでしょ。そうそうね、パワーカーブ。高めかけます。全然読み違う、プレア。マジで。あ、生プレアだ。うえ。どうだ。いや、伸びない。おい。バッターは2番に入っている吉田。まあまあまあ、山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山岡、そしてキャッチャーは森。このバッテリーボール球使わない、ふんだんに。攻略していくか。時間に余裕あるね。俺の気持ちを高めて。ピピ。うっ、ん、ちょ。はい、ピピ。はい、引っ掛けた。はい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 。まあ、これでも。バッターボックスは三。あ。よっしゃー。はい、ホームラン打ったらピチピチし、ピチピチらしい。いいんですか。いいよ。ミートでしょ。いやいや、要所要所ね。ミートだと見せてもらおうか。待って、一回球種見せろ。あー、大したことない。よし、手汗だと。何それ。バンカー。バンシーは痛いんじゃないですか。ミート打法じゃないよ。ミート打法で三振とかあんの。え、今強振。あー、そう。やばいな、ちょっとやばい。誰と対戦してきて6連勝。コンピューターコンピューターとやってってことなのかな。プレイヤーだよ。決まっています。いいね、煽っていくね、カイドちゃんの。お、あれ、よいしょー。おいおいしょ。あれ、ホームランだよ。ヒットでやったらきれいだよ。おい、入ります。さあ、なるほど、そうですか。打
打ちました。 OKOK、 アーチェンジが腹立つなめっちゃベストピッチ出るな。待ってました。どうアップで待ってました。あ、打ちました。アップで、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番岡本。カズマ弟、弟じゃないわ、岡本が。何だって今日で何言ってんの。アップハハハハ。いやまだ梅木ちゃん、はい、野球というのはゲームセットまで何を起こるか分かんないから。キュイーン、すごい。今ので完全にリズム崩されたらどこ投げても打たれる気がする。もういやうん、低めの変化球は外れます。フルカウント、出ないんだよ。違うか、分かんない。聞かないんだよ。聞きますよ。あ、いやー、くそー、やだよ。一発ギャグやりたくないよ。いける。あ、打ちました。もう取った。一塁、ジャイアンツ最後の攻撃になります。あ、秀樹松井じゃない。逆さに何なんだ。ジャイアンツ1点ビハイ、ドラマを作れるんでしょうか。皆さん落ち着いて、落ち着いて。皆さん落ち着いて。落ち着きます。大丈夫だから。めっちゃ熱いのか。お、落ち着きました。あー、やばい。落ち着きました。落ち着きました。落ち着きました。バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁で、ですね。うん、そうですね。さあ何を狙っていく。打ち上げた。よし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 よ。バッターは7番に入っている森。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。ファーストランナースタート。キャッチャー外して、あ、危ねー。ありがとう。それマジでありがとう。ダメージ与えてるよ。よしよしよし。バカだ。あ、はいはいはい、バカだね。中出しのスライダーで、おいしょーい。マジか。はい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 。ちょっと待って、三村さん、おおお、また書いてる、こいつ何書いてんだよ。おいおい、チャンスが続きます。まあ、ピッチャーいなくなっちゃうんじゃねえの。おい、このチャンスに追いついておきたい。いやー、マジか、ちょっと参ったな。おおおお、6連勝だてじゃない。これちょっと一点、しょうがないあれですね。マードだ。やったかー。うわ、いった、アウト。おい、やば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 い。熱い試合だな。いやー、これ、まだサヨナラあるからね、これ。そうだね。いや、マジで。かけるか。これは面白いぞ。いいバッター来たな。面白いぞ。いやー、よし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 。いやー、もうライトなんかいりませんよ。え、ライトなんていらないんですか。いや、いりませんよ。あ、直山さん。つきそうでつかない。ファーストランナー一塁。うわ、最高。ここは打ち上げています。坂倉が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりました。やばい、やばい、やばい。ゲッツ、ゲッツ。よいしょ、ゲッツ。ナイス。やばい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 。ポイント差で今さ勝つんじゃないか。よし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 。一郎か、ゲッツ取れねえな。さあ打順はトップに帰って一郎。すごい、先ほどの打席。指使いが全然違う。なんだって。すごい、指使いが全然違う。なるほど、そうですか。あ、落ちろ落ちろ落ちろ。よし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 。落ちねっかー、やばっ。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。さあ、そして打席には柳田が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。また帰るのかお前。コロ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 、バファローズピッチャーが変わります。1
そういう戦術。変化球打った。受けるかー。うわー、でもポイントどうだこれ。やったよ。チーム頑張れよ、勝利でーす。すごい。いい試合だったわ。うわ、盗塁効いてるな。参ったな。おありがとうございましたってスタンプ送れよ。すいません、それなスタンプ、スタンプ厳しいな。ありがとうございました。あーあー、もうでかいよあの人態度は。ハオとは。いやでもあなたじゃないからね、俺負けたの。なんでゆめきトールに負けたからね。なんかそんなことないですよ。あの点数で負けてるから、本当に。あの盗塁ボタンは助かったけど。ヒヤヒヤしてた。大丈夫かと思ったら成功しよう。おーってなる。あれだけ勝ってましたから。てか、カイダちゃんが負けるとは。いや、本当に。ちょっとこれ相当してなかったな。いや、そうでしょ。勝ってくれよ。やりたかったもんだよ、と。え、そうだよ。いやー、まあ、じゃあやりますか。僕もね。ゲスとか罰ゲームやるんでしょ。毎日で、いや全裸でやりますよ。おい、いや編集時見たくねえ、実況。じゃあちょっと準備しますよ。あ、お願いします、はい、お願いします。FA カエダがお送りする。やめて、そういうのも面白くなっちゃう。FA カエダがお送りする。FA って何？一発ギャグ。こんな格好をさせられて恥ずかしいな、似てんな、嫌だな、さっきと似てんな、悲しいな、悲しい拳銃パンパンパン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとあの良きところで使ってもらって、あの久々にこんな体入りました。あ、本当ですか。あのちょっと本チャンネルの方に一緒回るけど、あの URL 今回貼らなくて大丈夫です。なるほど。ということで今回は、いやもう絶対リベンジ、また、いや来てくださいよ、悔しかった。ちょっと鍛えてまた来ますよ。いやもちろん行くんぽいよ。もちろんるかもしれない。だからあんま言おうみたいな。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあ参りましょう。はい、いいぞー、ヤバチャンネル。いいよ。あ、とんね。あ、とんねってなんだよ。いい村、いい村頑張れ、いい村頑張れチャンネル。